アルパインクライマーの永戸孝明です。なんか先が見えないけど恐怖とかいろいろあるんですけど、それを乗り越えると帰ってくるものがあるっていうのをクライミングの場合は直に感じられるんで、だんだん集中力増す感じだと思います。大体はで近づければ近づくほどだんだんその緊張感とか増してくる感じですね。最近なんか年齢を重ねたせいか、こういう風に集中しすぎちゃって囚われると自然が楽しめないなって、それまでの過程をすごい無視しちゃってるような感じがしてて、リラックスするように気をちょっと沈めるっていう感じですかね。マウンテンハードウェア。